はい、48歳でこれを着ることになるとはね、期待してはいたんですけども、まあ思ってはいませんでした。今回の企画じゃなければこれは着ることがなかったと思います。ちょっとね、下の方ずらして見ていただきますね。こんな感じになってますね。あのズボンはドカンと言いまして、あのウエストというよりも、ね、渡りっていうサイズがあるんですよ。この渡り、太もものところですけども、これがね55です。で、裾が40になってます。ですんで、もう袴ですよね。広げるとこんな感じですよね。で、後ろがこうね、こんな感じですよね。で、もう見ていただければ分かりますけども、遠くから見ても分かるような感じですよね。こう、こうね、足すごいね、ゆったり、足がね、ほんとこれね、蹴りがね出やすいんですよ。ここまでゆったりだと袴みたいなもんですよね。こうですね、うん、なんかすごいゆったりですね。生地もすごくこれいいんですよ、結構。まあ、T シャツは赤が決まってるんですけども、男が嫌いよ T シャツでございますね。で、ちょっと学ランの方してみましょうか。学ランはこの応援団用の120で、中にポケットがこうあって、黄色いっていうか、これ金色っていうイメージなんですよ。金色、ゴールドですね。で、そのこのね、ボンタンの裏地が赤なんですよ、私は。で、赤と赤で合わせていて、これを脱ぐと赤一色になるみたいなね、保護みたいな。これ下半身ですね、これが。で、あの私のこの使い古したハチマキがあります。こんな感じですかね、ミスタイムさん。なんか男塾っぽいでしょこの年になってね。まあ40後半になってセーラー服を着る女の子っていうのもいるかもしれませんけども、やっぱりね、40代になっても学ラン着てみたいなって思うことがね、たまにあるんですよね。で、今回この企画になって、なんか計らずともミスター M さんも学ランを仕入れたということなんで、よかったなんか、ね、どうしようかなと思ったんですけどね。はい、私の場合はこう長ランの中でも洋ランって言ってね、ものすごく長いタイプでございます。ちょっと見てみましょうか、どのくらい長いのか。向こうまで私歩きますから。すごいでしょ、これもんですよ。ちょっと見えなかったかな、もうちょっと下にずらした方がいいですかね。こうですね。なんか、あれビーバーパイスクールってよりもスクールウォーズって感じでしょ。こうですね。この私のタッパでも、これは本当コート、ちょうどいいコートですね、うん。で、スタイルは私の場合は こんな感じですね。こんなんでボンタンゴッと広げて、いかがでしょうか。ちょっとこっぱずかしい気持ちもしますけども、やっぱりね、ガチンコ男塾ですから、なんか別にグレてるわけではないんですよ。グレてるんではなくて、これ私はあくまでもね、硬派を気取ってるんですよ。グレてるんではなくて、硬派です。硬派とグレてるやつは違いますからね不良、突っ張り、硬派、これ違いますからね、よろしくお願いします。まあ硬派目指してるんですけども、いまいちなりきれてない私がそこにいるということでございますね。では、ミスター M さん、よろしくお願いします。28日よろしくお願いします。よろしく、そこんとこよろしく。久保さんへ、ガチンコ男塾用の制服がアマゾンさんから届きました。こんにちは、ガチンコマチクラブのミスター N です。私はマッチョになりたい陰キャな10年です。どうぞよろしくお願いいたします。元強制労働10年ホームレス5年だった私がマッチョになれるのか。今回のガチンコマチョクラは創価塾久保哲郎さんシリーズということで、こちらにあります Amazon さんから届きましたガチンコ男塾用の制服長蘭をお披露目させていただきます。今回のガチンコ男塾の指導に先駆けまして、 Amazon さんでガチンコ男塾にふさわしい制服長蘭を購入させていただきました。はい、それでは試しにこちらの長蘭を着てみようと思います。どんな制服が入っているんでしょうか。袋に入っていますね。ちょっと開けてみましょう。
ちらは上着と、上着とズボンですかね。上着とズボンに分かれてるんです。こちらが上着ですね。ちょっと見えるでしょうか。こちらが、こちらが、こちらがズボンもですね、入ってるようですね。じゃあ早速試着してみようと思います。どうでしょうか。このズボンはちょっとめちゃくちゃきついですね。これ一応なんとか一応87センチまで入るっていうことなんですが、私ですともうピチピチですね。上着の方も着てみようと思います。こちらが長男ですね。はい、どうでしょうか。こちら渋い裏地が赤くなってまして、丈が長いですね。長い長ランタイプってことです。後ろから見ますとこんな感じですね。横はこんな感じですね。そして正面から見ますとこんな感じです。サイズ感は結構肩回りと腕回りがもうピチピチな状態です。もうちょっとこうゆとりが欲しいですが、なんとか着ることはできました。ズボンの方はちょっとウエストがですねかなりギリギリ、一応 LL サイズで87センチまでは入るってことなんですけども、かなりピチピチです。ズボンの方はですね自前のパンツを代用した方がいいかもしれませんね。もしかしたらこっちのお尻の方が破けるかもしれません。私はですね中学高校と学生時代、悪でもなければヤンキーでもなければ暴走族でもない、どちらかというとそういった方々に狙われやすい陰キャな学生でした。同級生と群れることなく孤独な学生生活で全くモテず、これといった思い出が一つもありません。覚えていることを強いて言えば、高校2年の秋に部活帰りの夜道で不良ヤンキーにカツアゲされたことくらいでしょうか。そしてその後の成人式、同窓会の類なども一切出ておりません。久保さん、私はガチンコ男塾を通じて硬派を貫き自分との戦いに挑んでいこうと思います。来る2月28日日曜日夜の9時から予定しておりますズームでのオンライン焼肉を皮切りに、これからもよろしくお願いいたします。今回は以上です。おっす。はい、ということで今回は Amazon さんから届きましたガチンコ男塾用の制服長蘭のお披露目をお届けしました。ガチンコマチョコラボを皆様の人生運動のきっかけヒントにしていただければ幸いです。お相手はガチンコマチョコラボミスター M がお届けしました。ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。おっす。マッチョになりたい。こんにちは、ガチンコマチョコラボのミスター M です。ガチンコマチョコラボでは現在クラブ生を募集しております。筋トレ、ダイエット、人生に関するご質問、ご相談をご希望の方、私ミスター M と交流を深めたい方をお迎えしております。 LINE 公式アカウントを開設しまして、現在クラブ生の方々にご好評をいただいております。 LINE 公式アカウントでは LINE 公式アカウント限定動画の配信、無料相談室、そして有料の少人数限定個別トレーニングパートナーコースのご案内をさせていただいております。詳細登録方法は動画下の説明欄に載せておきますので、ご興味のある方ご覧いただければ幸いです。
皆様との良き出会いをお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。